運命に抗うのですか。久しぶりの鉄拳タッグトーナメントやっていきたいと思います。結構いるもんだね。まあ、最近ね、プレマに参加いたしまして、まあちょっと面白かったんでね、まあ久しぶりにラクマをやろうかなという感じでね。 Get ready for the next battle.対戦相手がガロー、テント、デビルジーン。めっちゃ強そう。回線が2なんだけど大丈夫かな。じゃあなぜ当たった。当たってる。痛い。わお。しゃがんだんだけど。痛い。まさかデビジンに当たるとは思わなかった。痛い。あービームね。うわー、おぶねー。あー浮かされちゃった。手出すと思った。おっおっおっ、うまいな。あ当たってる。ああ当たんなかった。ああ俺が浮いた。間違い間違い間違い。ああナメプしてる。だよね。あお。しゃがむか。ほいほい。あごめんね。ない。さあ2の1、1の2か。
投げる。あー遠い。わー投げられる。違う、攪拌それじゃないもん。残念。おドーン。あおデビジンの技よくわからん。よかったよかった。さあ2の2手出してくれてありがとう。仕留めたい。よし、オッケー。まさかの仕留めれた。ただアンとか団員上の人と戦ってね、勝てましたけども、まあでもなんだろうな、プレマほどななんか楽しい感覚はないな。さあ2戦目、まあね、とりあえず最近動画編集にちょっとねハマったというか、ちょっと勉強してみたいなと思いまして、でまあ最初の方にね、まあちょっとダブル順位の、まあ、簡単に作れる感じで、まあオープニングを作ってみたんですけども、まあ、まだまだね、ほんと初歩的なことしかできないのでね、まあ、あんな感じでできておりますけども、とりあえず対戦相手がね、ニーナ・アンナなんだ。いやー、これね、俺苦手。痛い。ニーナとアンナの動きよくわかんないんだよね。あ、痛い。助かった。ラッキー。痛い。危ないね。痛い。ダブルシーンはダメだった。あお。いた。後ろ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 。あふーん、下段。さあ、0の1。いいなんな、本当わかんないんだよな。この動きがさ、嫌なんだよ。あいちゃい、あいちゃ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 い、危ない。あ、遠いか。ジグズレ。投げようとしたから投げ返す。えい。オッケー、まさかのジャンプ。さあ1の1。あ、痛い。痛っ。カウンターヒット、ラッキーだね。どこでもタックアサルトを使う。お
オッケー。あ、遠い。やばいやばいやばい。あっしゃいダブルシーンはあんまりやらない方がいいね。困る困る、そういうの困る。嫌がらせとしか思いようがないよね。痛い壁には届かなかったぜ。あー下段危ない。おいおい、あー投げるのか。あ痛い。バオー、何その技。わっしょい、あ痛い、ごめんなさい。あーもうやだニーナまキャラ隊ができてないっていうだけなんだけど。あ、これあれかな、バイオ。俺もね、なんかジルっぽい、ジルっぽいやつが、あくまでもぽい感じのね、コスチュームあるけど。だこんなんでね、ガロいけるのかっていう話ですよ。あーでもね、まあ、ジュンね、セブンにいないしね。あーだからといって俺セブンやってるわけじゃないんだけど。3戦目Get ready for the next battle. さあ、またポール、まあ、違う人なんだけど、ポールソロとかおっかなすぎだよね。さあ、まあ、達人なんで、え、動かない。ああ、動いてくれた。よかったよかった。いった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 。オッケー。あ、この危ない。いてー、危なっ。おお、まさかそれが出るとは思わなかった。痛い、これ横移動ちゃんとできないんだよね。ほい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 と。まだ攪拌かな、まあ、近かったしね。本当は鬼殺し入るんだけど。ほうほうほう、入った。俺嫌い。ほい、あー壁チケ。入った。ああだから死ぬ死ぬくせえよ。マジこれ嫌い。もうやりたい方だね君。わっはー、しゃがんじまった。第1の1。そうかそうか。入った。当たってくれる？ありがとう。あ、鬼殺し。痛い。俺好きね。あ、なんで？危な。
オーケー。さあ2の1。違う、なんか技が暴発してるんだよ。当てってる。アホー。ほい。あ、違う違う違う。ラッキー。投げは抜けれないから助かる。違う、技がさ。ほいほいほい。しゃがまないか。危ない。あ、違う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 。危なさあ、まあとりあえずもね、ロジャーレックスもね参戦で終わってますんで、今回も参戦で終わりにしたいと思います。まあまだ上がらないよね。厳しいとりあえず俺の実力厳しい。さあ、まあとりあえず今回はここまでにしたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。こうでした。それではまた。